日本滋賀県高賀市高南町の川港、南町の川は滋賀県高賀市にある地名。高賀市高南町の東南部に位置し、東は高南町市もうますぎ、高賀町滝、南は三重県東内保、三重県東玉滝、西は高南町工事、北は高南町池田に接する。朝野川が南北に流れる。南北に 滋賀県道134号上馬杉野尻線が貫通し、これに滋賀県道337号高寺塩の線、滋賀県道775号高川山線がつながる。中世は、増木層に属したと考えられる。1338年、南朝軍が、滋賀らより、池原蕎麦と野川里に進行したが、六角市に従う小佐時国市、 元うじらが、そまのうちの江徳島でおった。その後、友野氏が漁師たという。1585年の郊外揺れと、水口岡山城追記によりその支配下に入ったと考えられるが、1592年の時点では539国余りが豊臣氏の蔵入地となっている。1600年から幕府領となり、1698年、宮川藩領となり、明治維新に至った。 1871年の廃藩地県で、宮川藩は宮川県となり、大津県を経て、翌年に滋賀県に属した。1889年の町村制止工により宮村となり、その村役場が置かれた。1943年に寺小町、南蕎馬村、龍池村と合併して、江南町に属し、2004年の港橋成立に至る。 2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。